番最初に自己紹介を簡単にお願いします。はい、日本から来ました、清水と申します。会社は、和田大支店、日本でアルバムとフォトフレームの製造をやっております。以前 P&I このプログラムに参加されたことはありますか？そうですね、この COEX のここの展示会へは、もう一番最初に来たのはもう10年以上前ですね。その頃は一度二度来て、で最近は3年前からまた、ここ毎年3回ほど毎年来ています。ビジネスマッチングプログラムに参加された動機は何でしょうか？そうですね、まず、まあ、出展しているメーカー企業さんたくさんあるので、まあ、日本から来て限られた時間の中で、まあ、その全てのブースを回ってそれぞれの、ね、会社さんの説明を聞くのはちょっと無理な、時間的に無理なので、まあ、こういうビジネスマッチングでこちらの意向とあった会社を、初めに紹介してもらえれば、割とその限られた時間の中でお互いのニーズにマッチした、商品なりを探すことができるんじゃないかという思ったからですね。それでは日本では韓国の製品の認知度やそれと競争力はどのくらいだと考えていらっしゃいますか？韓国の商品は日本にはかなり今来てますね。特に、映像の要はデータ写真がすべてフィルムからデジタルデータ化されたことによってより近くなったといいますかね、インターネットなりでデータを韓国へ送ってっていう、以前でしたらフィルムなりネガなりを送らないといけなかったのが、今はインターネットでデータを簡単に送れるので、そうすると韓国の方で作っていただいてすぐ日本に届けてもらえる、この辺の時間の短縮とそれからそのデータのやり取りの簡単な便利さができたので、今やっぱりアルバムがやっぱり多いですか。あとはそのコストが送料をかけても韓国に発注した方がコストが安く済むということで、かなり日本でも韓国製のアルバムというのは広く使われるようになってますね。認知度もかなり上がってますね。はい、わかりました。じゃあ次にこの展示会に参加された全般的な感想はどうですか？日本の展示会の場合は、ハードの部分、まあ、カメラとかストロボとかあとは、その辺はかなり多いですね。まあ、それから、アルバムにしても、まあ、アルバムがそのカメラとかストロボ以外ですとやっぱりアルバムがもう中心になるんですね。ところが韓国の場合はアルバム以外に、額ですとかフレーム、あとその他にいろいろ写真をプレゼンするもの、楽しむものっていうのがたくさん、小さいもの大きいものがあるので、それはすごい参考になりますね。うちはまあアルバムメーカーなんでアルバム以外に他に、売れる商材、日本で売れる商材を探すのには韓国のこの展示会はすごく参考になります。はい、じゃあ最後にこの主催側に何か一言お願いします。日本から来た場合に、韓国語を 理解しない方がほとんどだと思うので、まあ、各ブースでメーカー商社が、日本語の通訳さんを雇っているところもあるんですが、なかなかその日本語の通訳を雇う方ことができないところも多いと思うので、そういうところではそういう日本語の通訳を、まあ、簡単にその、5分10分ちょっと頼めるようにそういうブース、そういうセンターみたいなのがあれば、まあ、日本語だけでなくても、まあ、日本語、英語、中国語とか、まあ、そういう通訳さんが1人2人でもいてくれると、ちょっと頼みたいときに5分ぐらいこう手伝ってもらえるとすごく
助かりますね、商談するのに、はい、ありがとうございます。